はい、勝則です。サワガニなんとか取れましたので、急いでザサワガニ用の水槽のセッティング行きます。庭に落ちてきた植木鉢ですね。で、下が水替えのいらないようにするために底面ろ過にします。エアコンもこれからずっとかけるようにします。で、まずはこれですが、これはザリガニ用に用意していたんですが、急遽サワガニ用に変えます。ちょっとというかかなり遠いですね。そうそう、これで近いかな、ダメかな。結構近くなりましたね。この底面ろ過のやつですが、こんなやつですね。これスポスポで、ここはこんな感じになってます。見えるかな。見えるな。これでこうします。カチッと止めます。で、中はこんな感じですね。で、この管をこういう動きが自由になっているようになってますね。この管を見えるかな、見えてるのかな、見えてるな。ここに通して、この穴のところに通して、なかなか通らない。困ったもんだ。一旦組み立てたのバラしてろくなことはない。ここを外します。この方がやりやすいですね。入れて通して、こっちも通して、これも通すと。ああ、抜けちゃった。何をしてるんだ。一遍外します。一遍外して、で、つないで、で、ここをつなげばいいんですが、いいんですが、これはつながずに、これからどんどん増やすつもりで大型のポンプを買ってます。で、そのポンプ用の20メートルのエアチューブがありますので、そっちから直接つなぎます。これね、これですね。これでつなぎます。こういう感じでずっとつなぎました。で、セットします。反対だ。
こうだ。こうですね。で、45センチ用と30センチ用とで2つ、2口エアの口が欲しかったので2つ買いました。60センチ用で、でも分かりますかね、すくんですよ、どうしても手前が空いてるんですね。この部分をなんとか本体はしないといけないと思います。で、長いチューブ、これですね、これにつないでます。で、安永のポンプですね。重いな、両手が。これですね、このポンプもたくさん増やすつもりで最初からこれを買いました。水槽40個ぐらいやれるそうです。で、エアを下手に調節すると、あのポンプが負担かかってダメになるそうなので、その点を考えてポンプはもう10口送風口があるのですが、その送風口、使わないところは空で空気出すようにします。そうしないとポンプが潰れてしまうそうです。これですね。で、これをセットしましょう。こうですね。こうするのかこうするのか、まあこんなもんかな。ただ抜けないように、こういうのがついてますね。これをちゃんと最初に入れておいて、